わしが導く別世界ナユタの奇跡実況プレイパート5。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お家の方は初めまして。今回はここ林の獣道春というステージをやっていきたいと思います。一番最初の弱っちいところです。で、ミッションが魔獣を10体以上倒せと右下に出ているので、ちょっとそれを気をつけてやっていきたいと思います。頑張るぞ。シグナはいないのかな。いるけど出てないだけかな。敵かと思ったら結晶だった。わあ、なんか新しい敵がいる。さっきからなんかアイテム拾ってますね。なんとかレバー。痛い痛い痛い。今のピンク色の光はノイのアーツです。隙魔法だったっけ。アイテムがある方が正規の道っぽい。どっち行ったらいいんだ。できれば正規じゃない道から行ってアイテムとかをいろいろ取りたいと思うんですけど。何これ、天然成敗、青い梅って書いてあったけど、なんかアイテムを入手したみたいですね。アゲハチョウを入手。確か前はカミキリムシが出た気がするな。お、宝箱だ、やった。何これ、呪われた甲羅、頭、違う、呪われた甲冑、頭を手に入れた。なんか敵が出てきたよ。戦闘態勢に入る前に殺すっていう。痛い痛い痛い。1食らったじゃないかも。いけない。よし、じゃあこっちが正規の道っぽいので行きましょう。なにこれ、あ、なんか生えてる、この花みたいなやつ。届かない、届いた。よしよしよし。なんかアイテム出るかもしれないから周りのものも破壊しながら行こう。あ、なにこれ、なにこれ、ボス戦かな。いや、ボスじゃないか、中ボスかな。まあ、とりあえず倒さないと当選簿だよーみたいな、多分そんなんでしょう。よし、これで通れる。行きましょう。もうね、私はアクション苦手だからゴリ押しです。基本ゴリ押しです。連打するだけになっちゃうけど。敵のヒットポイントとかわかんないのかな。わかるか、攻撃した時だけわかるみたいな感じですかね。あ、こっち行っちゃダメなの。あっちから先に行くべきだった。あそこにあるのは別の転移装置みたいだね。扱えばさらに奥地に進むことができるの。それにしてゼクスト、マスターギアを持ってどこに行くつもりなんだろう。ともかくこの辺りにはもういないみたいだし、どんどん先に進んでみようぜ。そうだ、ナユタ、お前にこいつをやろう。何帳？鍛錬帳？鍛錬帳だ、字が小さくて見えないけど、鍛錬帳は手に入れた。これは確かシグナがよく使ってた剣術の鍛錬帳だよね。鍛錬になった出来事をメモして印をつけていく。
ああ、前に師匠から渡されてずっと使ってたんだけどな。そろそろお前に譲ってやる頃かと思ってよ。いいの？僕なんかがもらっちゃって。おいおい、何を驚いてんだよ。お前だって師匠の弟子なんだし、剣の筋も相当いいだろうがよ。俺はあらかたの鍛錬は済んじまったしな。お前が使った方がそいつも無駄にならずに済むはずだ。すごいな、シグナはもうきっとオールクリアしちゃったってことか。ナイト、鍛錬の印が溜まってきたら師匠に見せに行ってみるといい。アドバイスがもらえるかもしれねえぜ。わかった。それじゃあありがたく受け取らせてもらうね。多分この鍛錬帳はさっき出てたミッション、魔獣を10体以上倒せとか、そういうミッションをクリアしたらなんか印がつくんじゃないかなと思います。おう、頑張ってくれ。悪いな、ノイ、時間を取っちまった。そろそろ行くとしようぜ。え、待って、自動で行ったりしないで。リザルト、ステージをクリアするとステージ中での行動に応じた評価が行われる。ステージをクリアした。大きな結晶と宝箱をすべて見つけた。各ステージのミッションを達成したの3点が評価され、ボーナスミラーが入手できる。またこの評価は鍛錬帳に印として記録されていく感だ。やっぱりそうですよね。よかった、自動でこれに入っちゃうかと思った。多分あのワープホールだっけ、転移装置だっけ、あれに入っちゃうとクリアになっちゃうから、その前に探索してないところを行きたかったんですよね。お前そこにいるのずるくないか、攻撃当たんないじゃん。痛い痛い。よし、これで全部行ったのかな。地図とかないのこれ。多分全部行ったよね。多分行ったはずと信じる。行ったよね。不安だけど、うん、多分行った。うん、行った行った行ったことにしとこう。では初めてのステージクリアしましょう。ステージクリア。リザルトは、あ、星が1個ないよ。なんで？宝箱取れてないのがあったとか、そういうことなのですかね。ちょっとショック。とりあえず最初のステージは星2つのクリア達成度でした。そして新しいステージが現れた。あ、ちょっと待って、なんか変なマークがある。特別なイベントがあるステージにはアイコンが表示されます。特殊なイベントやクエストなどにと関連するステージにはアイコンが表示される。標的アイコンとイベントアイコン、つまりあそこはボス戦か。じゃ行きましょう。あ、痛い痛い痛い、行き過ぎ。アナログパッドだと行き過ぎがあるから、ちょっとデータが荒ぶってますが、化粧を50個以上手に入れよう。ゴルピオ50個以上、そんなに落ちてるのかな。割り10個半ある。行きましょう。はい、最初のボス戦はどんな敵なんでしょうか。ふう、措置の移動にも少しずつ慣れてきたかな。今度はまたすごいところに出たね。大河のほとりに生えた巨木の上みたいだな。さっきの獣道、なかなか難儀な場所だぜ。ちったまともな道はないのか。そんなのあるわけないの。そもそも人間が足を踏み入れること自体あっちゃいけないことだ。それは私のせいだったの。気にしない気にしない。おかげでこうしてノイの手伝いができるんだし。とにかく足元に気をつけて慎重に進むとしよう。ただし急ぐ必要があるな。ゼクストってやつ早く追いつかねえと。
そうそう、ナイガ、ちゃんと体力を考えて進めよ。魔人にボコられて危なくなったら一旦引き返すことも必要だぜ。本当に弱くなったらアーサーに作ってもらった弁当を食うのもいいかもしれないな。アーサーの手料理だ、食えば元気も回復するはずだぜ。そうだね、姉さんに感謝していただくとするよ。それに作り方も教わってるし、食材を集めて自分でも作ってみようかな。いよいよ本格的な冒険って感じになってきたよな。ま、こんな場所に来てるんだ、当然っちゃ当然か。この先も魔獣がうじゃうじゃいそうな気配だよな。ったくこの世界はどうなってんだか。もしかして二人の世界には魔獣はいないの？あ、いや、いるにはいるが、こんなにたくさんは見たことがねえな。見たことがない種類もいるし、まるで魔獣の博物館だよね。そうだ、せっかくだし記録をつけておこうかな。記録？実は手帳を持ってきててさ、これに出会った魔獣のことを書き留めておけば、後でじっくり生態を観察することが。観察じゃなかった、考察だった。わかったわかった、そういうことはお前に任せるぜ。まったく、人間は変わってるの。多分ね、変わってるのはナユタだけな気がするんだけどな。いいから早く進もう、テクストを見失うわけにはいかないの。あ、分かってるって。それじゃあ探索再開だね。開始だった。もう本当に読み間違えてすいません。キャンプメニューに敵情報の項目が追加されました。ポケモン図鑑が追加されました。キャンプメニューのシステムを開き、ポケモン図鑑を選択すると今まで出会った敵の情報を確認することができます。ですね、さっきセレクトボタンを押してサブメニュー開いたから皆さん分かったかもしれませんが、私撮影しないときに間違えてスタートボタンを押してシステム開くと、一番最初にセーブって、これですね、このセーブっていうのがあって、セーブすることができるんですけど、このセーブと間違えてサブメニュー開いて一番最初にあると思って丸ボタンを押しちゃったんですよ。そうするとどうなるかっていうと、サブメニューの一番最初にあるのはお弁当のページで、丸ボタンを押すと使っちゃうんですよ。ここに本当はお弁当あったんだけど、間違って使っちゃったんですよね。体力満タンだったのに。ので、実はアーサにもらったお弁当はすでに消失しております。ということで、もし体力がやばくなったら、さっきから何度か敵からドロップしている食材を使って自分でジャーキーを調理したいと思います。いや、ほんとアホなことしたなって思うんですけど、こっそりロードし直してやり直そうかなって思ったんですけど、やめました。これやり方合ってたの？ジャンプして攻撃したらなんかなったよ。攻撃したのは私じゃなくてノイですね。四角ボタンのアーツの攻撃でした。偶然うまくいった。これ50個以上集めろってやつでしたっけ。何こいつ、ガードしてんじゃねえよ。あれ、聞いた、ガードしてたんじゃなかったのか、よくわかりませんが、なんか変なガードする敵が出て、こいつはでかい、なんだこいつ、痛い。どっち向いてるかよくわかんないけど、なんか本当に新種の敵がどんどん出てくるんですね、これ。あ、お前ガードするやつだ。この状態の時は後ろに回ってみればいいんじゃない。痛い。アゲハチオーゲット、またお前か。お前嫌いなんだよ、よくわかんないし。なんとなくあれを思い出す、オオカミに出てきた、なんだっけ、あの花ほおずきだっけ。こっち正規の道じゃないですよね。
正規の道じゃない方を先に行かないと。50個以上ってことは極力行かないと。登れなかった。極力いろんなところ行かないと足りないはずです。行ってーよはずですから。もういいよ、回り道するよ。急がば回れだよ。多分どうせこっちの道とつながってますよって、それだけなんだろう。後ろに回っちゃえばお前の攻撃届かないもんね。バーカバーカバーカ。よし先行こう。だいぶ体力が減っちゃったよ。もう25だって。おい、やった、レベル上がりました。ということでやっと2レベルになった。お前ここに攻撃できないだろう。やーやーい。ごめんなさい、遊んでないでやります。進みましょう。今何個集まったんだろう。痛い痛い、不意打ちだぜそれ。ずるい、そんなの。なんかこいつ、こいつなんか弾吐いてるよね。待ってよ、多分こっちが正規じゃない道でしょう。ですよね。えい、モンシロチョウを入手、初めてかな。ここ登れないか。なんで帰り道に敵がいるんだよ、いつもいつも。ガードするやつはまあとりあえず連打してれば倒せると。この気配はどうかしたの。この先から強い力を感じるの。それにこの気配、もしかすると。なんだかわからねえが、気をつけてた方が良さそうだな。成田、気を引き締めていこうぜ。うん。そろそろボスが近いってことですかね。あ、レベル上がったから回復してる体力。これ攻撃しちゃっていいのかな。攻撃じゃなくてびっくりマークだった。これか、ボス。なんか頭に輪っかあるよ。何これ、なんか強そう。エノイの攻撃1しかダメージ食らわないじゃん。ゴリ押す、ゴリ押す、ゴリ押した。高位魔獣スケイスキーパーを倒した。名前あるんだちゃんと。ノイは春の魔法フルエッジを取り戻した。取り戻したってどういうこと。奪われてたの。取り戻したの。ねえノイ、今の魔獣は何だったの。不思議な攻撃をしてきやがったが。実は私、マスターギアをかばいながらゼクストから逃げてるうちに戦いの中でアーチの力を奪われちゃってるの。やっぱり。多分今の魔獣は私たちを足止めするためにゼクストがその力を与えて。いやいや、待て待て、話は大体分かったが、今魔法って言った。そうだけど、急にどうしたの。ここまで来る途中でも何回か使ったでしょ。うん、めっちゃ使ってたよ。アーツ、すごいよノイ。僕らの世界では魔法なんてただのおとぎ話なのに、テラは魔法が当たり前に存在する世界なんだ。っていうかノイの存在も妖精もおとぎ話って言ってましたよね。輝いてるよ。おーい、戻ってこーい。ここまで喜ばれると悪い気はしないかも。あ、ごめん、つい。とにかく魔法を使う魔獣を倒せばノイの力を取り戻せるんだね。ゼクストってやつや仮面野郎と戦うことを考えたら、戦力は増強するに越したことはない。苦戦はするかもしれないが、見かけたらなんとか倒していこうぜ。いや、
よろしくお願いするの。ステージ中には式魔法アーツを使用する強力な敵が存在する。キャンプメニューのノイで使用するアーツをセットすることができます。複数の魔法をセットした場合、戦闘中に L で素早く切り替えられる。あ、複数セットとかできるんだ。取り戻した魔法はストックが最大になっており、すぐに使用することができます。ただしそれ以外の魔法をステージの攻略途中で入れ替えた場合、段数が0からとなるので注意してください。溜まるまで待てよってことですね。こっち行けばいいのかな。ガードするやつしかいない。いや、後ろにいるけど。登ってきたところを攻撃とかずるいよね、本当にずるい。でも私も後ろから攻撃しちゃう、だってずるいんだもん。これ一本道でいいんですよね。道間違ってるとかないよな。あ、ちょっと待って、新しくアーツをゲットしたんだから、せっかくだから装備しましょう。まだ複数装備できないみたいですね。ということで今はこのプラムシュートかな、これがセットされていて、前方に連射性が高い薄桃色の光弾を発射するっていうやつなんですけど、今回新しくフルールエッジ、回転する花びら状の刃で前方の敵を投げ払うっていうのを覚えたので、こっちセットしておきましょう。攻撃力12、ストック15。こっちは攻撃力5だからね。なにこれ、なんかバツボタン出たよ。お、メイプルベリーを入手。なんだろう、これ特別な食材なのかな。これを調理したらなんかいいのになるのかもしれません。ガードするなよ。無駄に連打してたら決勝に向かって攻撃しちゃったけど、お、こっちも行ける。いけねえじゃねえかよ、何のためにあるんだこれ。帰り道用とかなのかな。落ちた。届かないよ。タイミングを見計らって無理だった。バツボタンを押すのが早いのかな。今だ、よし、いけた。これはノイにやってもらえばいいんだよね。よしよし。あ、なるほど、これで進めるようになったんだ。こっちね、帰り道用じゃなくてやっぱりこっちが合ってたんだ。お前か、またか、痛い痛い、それ痛い痛いってば。攻撃範囲広すぎでしょ。またお前か。とりあえず敵とかもね、最初のうちは全部ぐだるかもしれないけど全部倒していきたいと思います。なぜならばレベルを早く上げて後々に備えたいからです。よしよし、結構たくさん結晶を入手できてるんじゃないでしょうか。いっけーよー、前転で避けるべきだったのか。前転は一瞬だけど無敵時間があるので、それで突っ込んでいくっていうね。もう本当にアクション苦手なのがもろバレな戦闘スタイル。やばーい。こっちどうやったらいけるんだろう。これは硬くて壊せそうにないな。ダメか、今はいけないのかな。チェー、あそこの宝箱を取りたいな。ってことは後々また来るのか。よし、
私のいとどめありがとう。もうクリア？50個以上取れてたかな。でもあそこの宝箱取れなかったからな。ステージクリア。ミッションを達成できてましたね。よかった。でもアイテム1個取れてないから星は2つと。次はどこだ？川の近くかな？ここアナログパッドだとやりにくいな。北条の先導っていいのかな、読み方。オブジェを25個以上破壊せよ。次回ここをやっていきたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。多分次回以降もゴリ押しでバトルしていく感じのひどいアクションプレイになると思います。まあ、見てくださったら嬉しいです。